ナビマイナスことは、イスズ自動車が開発した自動車用の自動変速機を中心としたシステムの名称である。鑑式クラッチ式電子制御、オートマチックトランスミッションとしては、世界初のものであり、変速機のみではなく、オートクルーズ機能や、坂道発進補助装置などの機構も含まれる。1983年の夏頃に概要が発表され、1984年9月に、 同社の乗用車である初代アスカに初めて搭載された。後に同社の2代目ジェミニア4代目エルフ、キュービックにも搭載された。ナビマイナス5の技術は、後に同社のトラック用電子制御トランスミッションであるスムーサーに発展し、スムーサー E は小型トラックのエルフ、スムーサー F は中型トラックのフォワード、スムーサー G は大型トラックのギガに搭載された。 シフトパターンズナビマイナス5は、機構的には、トルクコンバータとプラネタリーギアを用いた一般的な AT とは全く異なり、マニュアルトランスミッションと基本的に同じクラッチと変速機を、コンピュータが機械的に制御して、自動変速しているセミオートマチックトランスミッションで、ある点が最大の特徴となっている。クラッチの断続と変速操作は、油圧アクチュエーターが行い、 アクセルペダルの踏み込み量、スロットル回路、エンジン回転数、走行速度などからコンピュータが最適なギアを選択する。というのが自動変速機としての基本的なシステムである。なお、スロットル制御はドライブバイワイヤーとなっている。また、これらのエンジン、スロットル、ギア、ブレーキなどの統合制御を用いていたことから、それを利用して、 クルーズコントロール機構を比較的容易に設定することができ、ナビマイナス号搭載車には、当時、一般的には高級車にしか装備されていなかった、クルーズコントロールが標準で搭載されていた。シフトレバーは、一般的な AT の直線的なゲートとは異なり、手動変速での運転を楽しめるように4足、MT 様のシフトパターンを持つ、ポジションはである。その後、初代、 アスカや二代目ジェミニの最終型では D4 レンジが追加されと結果として一般的な5速 MT と同じシフトパターンとなった。またマニュアルモードが設定され各ギアを任意で選ぶクラッチレス MT として走行できるようになった。ただしコンピュータが危険であると判断した場合はシフトレバーを操作しても実際には変速されない。なおインターネットサイト等では 登場後2年余りで消えたなどと記述されることが多いが、初代アスカの最終型にも搭載グレードが設定されており、乗用車では1990年のジェミニのモデルチェンジまで販売されていた。主な改良は D4 レンジとマニュアルモードの追加である。トランスミッション本体は MT 車と同一なので、そこへ使用する油脂は一般的なオートマチックトランスミッションフルードではなく、 他のイスズ製乗用車と同じ MT 車用のミッションオイルである。しかし変速制御系の油圧回路にはベスコナビゴと呼ばれる専用油脂が用いられた。この油脂はもともとは油温による特性変化の少ない航空機作動油であり、変速速度が油温で変化しないようにするための策であった。そのためアッテフ販売メーカーによっては、 ナビゴフルードが航空機作動油であることを明記した上で絶対にアテフの注入は行わないよう注意している例が見られる。なお2019年現在ナビゴの油圧回路へ使用可能なオイルの名称はベスコティルとアップオイルである。ナビマイナスゴの開発はカメラやオーディオなど生活の隅々にまで進出しているコンピュータを 車の走りや味わいに生かすことはできないだろうかという一人のエンジニアの素朴な夢から始まったと言われる。休み時間の雑談で若いエンジニアたちの共感を呼び、プロジェクトはスタートした。ただし、この時点では具体的に何を研究、開発するかは決まっていなかったというが、討議を重ねるうちにマニュアルトランスミッションの超能力完成ロボット運転にテーマが収束した。 具体的なイメージとしては人間の感覚、感性を理解したロボットが人間に代わってギアシフト、クラッチ、アクセル操作を行うというものである。伊子図の藤沢工場にある研究部門で研究がスタートし、廃車寸前の一台のジェミニを譲り受け実験台に用いた。この段階ではクラッチ、ギアシフトを圧縮空気で作動させるべくエアボンベや エアシリンダーを用いた操作系に改造され、メンバーの一人は三段の折り詰め弁当のごとく巨大なコンピュータユニットを製作し、一方、プログラムの元となる操作ロジックの検討を重ねるメンバーもいた。こうして、開始から6ヶ月ほど過ぎた頃、実験者は一応完成し、曲がりなりにも走行することに成功した。この時点までは、このプロジェクトは会社の正式な業務ではなく、 あくまでも有志による私的な研究であり、研究は休み時間や就業後、休日などに行われていたが、走行に成功した頃、休日に工場の敷地内で走行実験をしていた際、たまたま通りかかった社長の目に留まり、半年後にもう一度社長自ら試乗したいとの話となった。これを開発メンバーが上司に伝えたところ、社内でも注目を集め、 正式な業務としてのプロジェクトに昇格した。この背景には、などのいすず社内の事情があった。後に、ナビマイナス後として結実する MT ベースの AT により、低コストで高度な多段式 AT を手に入れ、しかも、MT 需要の減退にも対処できると考えられたため、ナビマイナス後の開発にゴーサイ員が出たのである。二0二0年の現況を見る限り、ナビマイナス5の自動制御、 MT というコンセプト自体は時代を先取りした先進的なアイデアだったと言える。80から90年代当時こそ制御技術が未熟であったため商業的な成功を収めることはできなかったが、それ以降は技術的熟成により同様のシステムを採用した車種が国内外問わず登場してきている。トルクコンバータ方式に比べ変速がより直接的であり、 動力伝達ロスの減少や燃費の改善などが期待されたが、当時の電子制御技術では、キめの細かい制御ができず、自動変速モードでは多様な運転パターンにうまく、対応できない場面もあった。また手動変速モードでは、レバーの操作と実際に変速されるまでに、微妙なタイムラグが生じ、一般的な AT のようなクリープ現象が起こらないなど運転に、多少のコツが必要であった。 さらに、イルムシャーなど、ナビ5に対応できなかった車種もあり、初代アスカ、二代目ジェミニともに、必ずしも全ての車種にナビ5が設定されていたとは限らなかった。販売不振もあって、乗用車では、初代アスカと二代目ジェミニ以外では採用されなかった。また、同時期に販売されていたファーゴ、ジェミニ、ピアッツァ、ビッグホーン、ミューの駆動方式が FR。 または 4WD であるため、FF 用に設計したナビゴを搭載することが物理的に不可能であった。3代目ジェミニと2代目ピアッツァではコストを削減することができる電子制御などを備えたジアトコ製の油圧式 4AT が採用されている。イスズが乗用車の開発、生産を縮小したため、イスズの乗用車用システムとしては発展しなかった。 その後もトラック用として開発が続けられ、エルフに搭載されたものは、世界初のダイヤル式セレクタースイッチを採用した。中型車や大型車には、発展型のナビマイナス6を810やフォワードに搭載した。現在では、スムーサー EKG へと発展的に継承され、12足制御下まで進化を果たしている。バス用としては、キュービックに採用され、 横浜市交通局や京王帝都電鉄など、機械式 AT 車を好む一部バス事業者に集中的に納入された。当初は油圧駆動であったが、1995年のマイナーチェンジ以降はフィンガーシフトとほぼ同一構造のエア式となり、2000年の生産終了時まで設定されていた。現行エルガには6足、AMT が採用されている。詳細は、 セミオートマチックトランスミッションバスを参照乗用車では1990年代よりルノートインゴが EG システムを採用したのを皮切りにフェラーリ355の F1 システム BMWM3 といったハイパフォーマンスカーに乾式クラッチ式 AMT が搭載され始める。2000年代後半には欧州車を中心として乾式クラッチ式の AT が広がりを見せた。 ナビマイナス5以降の日本製乗用車への目立った搭載はなかったが、トヨタイム RS にボッシュ製の AMT 制御機構が採用され、2010年代には、スズキが簡素化した同様のマニエッティマレリ製 AMT-AGS を軽自動車に搭載するなど、類似のトランスミッションの普及が進んでいる。ありがとうございます。